長で信じてもらうしかないんですが。本当に本当。何かありましたか、日下さん。ちょっと待って、なんで私だってわかるの。表札だって出してないのよ。すいません。でも、ぶっちゃけさすがにみんなわかってますよ。ああ、いやいや、全然変な意味じゃなく、感謝してるんです。もう何でもここ、サナコリゾートをごひいきにしていただいて、いや、ご気分害されたら申し訳ないんですが、ここの連中は皆、誇りに思ってます。私も。はい。日下節目さんのような有名な女優さんが、サナコに別荘をお持ちになってらっしゃる。お隣が気になるんです。おお、お隣が。なるほど。そもそもあれは何なんですか。もう随分昔に潰れた劇場の廃墟ですね。劇場、あのボロ屋が。もう大昔の話で、僕の親世代の頃ですかね。でも、今も誰かいますよね。あ、いますかね。いますよ。うようよいますよ。キュウレナー、ちょっと。しました。そこには誰もいなく何もなかったのが、さなぎ、たぬきに化かされた。バカ、バス止まりなさい。バス止まれ。バカ、あのバス木組持ってない。あかんで、ここはハトメの有刺鉄線だ。電流爆破で。
つまり俺が死んだのか。なんだ君たちは。そしてそいつを引きずり出すんですよ。そいつ草よ水に足を踏み入れて、みんなして力合わせて湖の底をぐるぐる螺旋を逆回転に、底の底のそのまた底まで。一体何の話を。そしていつの間にか見失った境界線の始まりを根元からひねり出す。草加さん、サザエのつぼ焼き、つまようじで食べるときみたいに。サザエのつぼ焼き。お母さん帰ろ。つぼ焼き今食べたからやないから。もうゆかりちょっと黙って。ごめんな、長い間心配かけたな。でもお母さん今それどころやない少年場や。え、今あんたの買うてきてくれたうどんとそば、おいしく呼ばれられるかどうかの少年場なんや。お母さん、よーそろー。いやいやいや、船乗りじゃないんだから。よーそろー。ゆかりさんどうしたんですか。母は今自分を取り戻そうと頑張ってるのかもしれん。ミナの衆、半透明の有刺鉄線を力いっぱい引っ張り上げなされ。ほら、響き渡るさなぎの風をよう見たら、あらびっくり、ありがたい師匠の顔やないかい。やそれ。ラインの外には迫り来るジャオソロ眼力で睨み返し、ラインの内には目尻にしわ寄せ、あまねく愛を慈しむ。ほらかかったぞ、まんまと餌に噛みついたヒラフガイ。その確信に照り返って燃え尽きた。餌に食らいついたヒルコはその触手をもがくもがくもがいている。音なる透明でどれだけ目を凝らしても何も見えないくらいに澄み切ったはずのその体は、今や黄金色のオムツをその外皮に覆い、内に灯る精神を神経シナプスの接続が近々と点滅して、そのグロテスクで半透明な外観はさながらフィクションのクソにまみれたご身体。さなぐのらさなぐさなぐのら、さんなみさのみさぶぐらら。さわたりはると段階2億と20歳ぐらい、無色っていうかウリーター、無色っていうか半透人間にも透明なものは普通に見えなかった。目の前に確かにうごめいているものを、その気配を肌で感じても、どうしたって俺はこの目で見ることができなかった。でも半透明の俺には、半透明のこいつが見える。こいつは多分俺がずっと探していたものだ。嘘の物語の底の底をくぐり抜けて、本物の世界へと出会うワームホール、透明なサナコの外につながる秘密の抜け道。
こいつが土産だ。耳押し。